はい、じゃあ1号から白髪染めやります。 NB5-24 の2液が 120g でやります。めちゃめちゃ寒いから、気をつけて、穴取らない方がいい。持ってくるには越したことない。ああ、そうだよな、うん、手袋持って、うん、マフラー持って、うん、そうだよ。もう底冷えがするからさ、うん、あのタイツはね、うん、2枚ぐらい履くから、あの今ほら、なんだっけ、ヒートテックっていうのがあるじゃないのがいいよね、うん、そうだね、うん、ボランティア仲間で、うん、新潟の関川温泉によく行くんだけど、あ、そっか、関川温泉かい、うんうん、あそこは猫つぐら作ってるんか、何を、 猫が入る藁であるとか、あ、はいはい、うん、あ、そうなん、うん、へえ。だと思うな、ちょっと川が流れてんだよ、あそこ、そうだよね、うん、あんまり点数はないけど、でも静かでいいとこだわね、関川、うん、温泉でね、うん、あと笹川流れみたいね、ああ笹川流れじゃん、全然方向が違うじゃない、だからまた日本海だもんね、日本海の上の方だもん、村上の上でしょ、そうそう、 上だけどさ、うん、じゃあそこ見るのに船乗るんかな、だからどうなのか分かんないけど、うん、あそこは綺麗だというからさ、一度見たいなと思う、綺麗って言ったって船乗って見なくちゃ分かんねえで、こっちから見たって、あ、そうなんだ、何が何だかな、うん、うん、沖から見たんじゃん、そっかただそんなような感じがするつだけでさ、あ、そうか、やっぱり船に乗んないとね、ああ、うん、じゃあまあそれあれで話してみてね、うん、友達が乗るべっつったら乗らいいし、うん、それじゃなきゃ諦めると、うん、どこでも行っといた方がいいよね、うん、笹川流れの上の方のネズミとかっていうとこあるんだよ、はい、あそこら辺は景色がいいよ、日本海のね、うん、笹川流れはその笹川流れ見るだけのことでさ、うん、海だからね、はい、海が流れてんだから、はい、の上の方は景色がすごくいい、ネズミね、ネズミっつんだと思うよ、うん、ほんと上の方になっちゃうけどね、うん、もう山形だ、うん、山形近くにね、うん、でもいいよそれ、うん、厚見温泉とかもある、あらいいね、温泉、いい温泉か、でも関川温泉に泊まるの、うん、うん、関川温泉は1回泊まったっけだね、厚見温泉は2回泊まった、うん、今度さ、それから、はい、ヨーロッパから帰ってきたらさ、はい、今度お座敷列車で旅行なんだよ、またまたすぐ、せんちゃん家のほら、はい、あれで、せんちゃん家のあれでさ、うーん、車両1台貸し切りさね、せんちゃん家がすげえじゃん、いつもそうだよ、でそれが終わったんだよ、もう何年か前に、はい、ずーっと毎年行ってたんだけど、あ、そうなん、その東吾妻町民号っつんで行ったんだよ、JR のさ、はい、それでそのもうこれが最後ですって言った時に、うん、なんか記念切符ですって言ってさもらったんだよね、はい、それでお座敷列車はさ、うん、掘りごたつみたいになってんだよ、はい、それで今度はその掘りごたつももう終わり、ほら終わりになったんだからないんだと、はい、どういう感じで行くんだからね、お座敷だったってその辺にベタになって座るんじゃ大事だでな、掘りごたつみたいになってるんだね、ああちょっと苦しいのねえ、ねえ、うん、それでお座敷列車はさこれテーブルの上にさ、はい、お酒でも何でもついで置いとくじゃない、はい、絶対揺れてもこぼれねえんだで、不思議だね、はい、ガタンガタンってなってもこぼれないの、じゃあ振動を、うん、どこかで吸収してんだね、うん、それちゃんと作ってんだ、テーブルの上なんか絶対こぼれないんで、あ、それはすごいね、うん、すごい、うん、ああ、それはね、一泊二日、うん、そう、銚子の方行くんだよ、成田で降りるんだと、はい、
それは、妻乞いの、うん、妻乞いの夏そのあれに乗っかって組と、うん、妻乞い村、はい、村民号っていうか、はいはいはい、東吾妻が亡くなっちゃったわけだからね、はい、うーん、妻乞いの人と一緒だけど、あれは違うんだよ、電車の車両は違うんだよ、貸し切りじゃね、うん、一両ね、一車両貸し切り、それでもう朝から晩までカラオケ歌ってんで、ワンマかワンマか、せんちゃん家の旅行だからよ。それで、本当だよ、ずっと歌いっぱなしだよ。ある意味恐ろしいな、うん、朝、もう乗るだろ、6時なら6時に、うん、そうするとさ、もうなんつう、宴会だよ、飲む人は宴会だって、船盛りのさ、船盛り、あの刺身のさ、うん、船盛りがさ、バン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 って出るんだもん、せんちゃん家からっつうの。あ、そうなの。それだもん、もうそれで、それを魚にさ、宴会だよ、うん、私は飲まないけどさ、うん、だって今度夜飲めなくなっちゃうもんな、昼間飲んでたら大事になっちゃう朝から冗談じゃねえやね、だから絶対飲まないよ。そうだよね、うん、だからここは渋川駅で乗ってくんじゃないかな。動けなくなっちゃうね、うん、それでせんちゃん茶飲み放題だからさ、その代わり高いんだよ、うん、普通3万5000円ぐらいで入れるんだけど、うん、3万8000円ぐらい払い込みするんだよ、3000円分ぐらい、そのとほら、はい、飲んだり食ったりのが、うんうん、その中に含まれてるから、はい、それで買うんじゃねえ、飲み物なんか。じゃあまあちょっと大変だね、うん、それであの宴会の時もほらビールなんか私は飲むじゃない、うん、それも全部含まれて3万8000円、うん、なるほどね、うん、まあ俺飲めねえから、うん、あれだけど、はい、質問終わりました。